んだよ、みんなよ。仕方ねえだろ、成長なんだからさ。強くなったぜ、ご主人。生まれ変わっても変わんねえよ。ずっと尽くすぜ、ご主人。何買いますか？いくつ買います？これでいいですか？どうです？またよろしくお願いしますね。
おいおい。Thank you.
いいぞ。いいぞ、この調子だ。
おいおい、この調子だ。この調子だ。その程度この調子だ。アルシェ、この調子だ。その程度おいおい、いいね。その程度、いいぞ。おいおい、私に逆らえると思うな。この調子だ。くそ、ナイハラ、私に逆らえると思うな。いいぞ。アルシェ、夜の前に切り伏せ。
いいぞ。この調子だ。おいおい。おいおい、この調子だ。アルシェ、この程度。私に逆らえると思うな。お疲れ様。いいぞ。足もらうからな。アルシェ、やっ、やっ、アルシェ、この調子だ。アルシェ、結果報告だ。力が戻っていく。
ルーシェ叩き落とす。いいね。その程度てこらやーせやこの調子だ。アルーシェてさやーせやその程度さやーせやこの調子だ。いいぞ。しもらうかな。アルーシェおいおい。この調子だ。アルーシェ。アルーシェ！この調子だ。アルーシェ！いいぞ。その分いいぞ。この調子だ。いいね。私に逆らえると思うな。この調子だ。そのアルーシェ。おいおい。
私に逆らえると思うな。
イリアーナの目撃情報を受けて私たちはユーラルムを探すことになりました。そして運河の向こう側からここに立つイリアーナを見かけたんです。でも結局追いつけなくて見失っちゃいました。届きそうで届かない。歯がゆいよね。あの時は本当に悔しかったです。この町について教えてもらえるかな。ここは数年前までこの国の首都だったんですよ。それが邪妖の出現で首都の移転をして廃都になったんです。なるほど。イリアーナの生まれ故郷でもあったんですよ。三人はいつから知り合いだったの？六、七歳の頃からですかね。じゃあ本当に小さい時から一緒だったんだ。きっと強い絆で結ばれてるんだろうね。当然です。まあぶつかることもありましたけど。そういうものだよ。でもその衝突を通してより強く結ばれるようになるんだ。そうですね。お疲れ様。
調子だ。その程度。この調子だ。アルーシャ。その程度。この調子だ。アルーシェ。この調子だ。その程度。いいぞ。アルーシェ。結果報告だ。町の案内、助かったよ。この後はどうなったの？学園へ向かうリリアーナを見かけたという情報が入ったんです。
それで学園を探すことになりました。なるほど。じゃあ次はそこだね。また必要になったら声をかけるよ。今回もありがとう。なくした力取り戻した。アルシェ、もしかして学園へ行きたい感じですか？よくわかったね。たまたまです。それじゃあ準備しておきます。強くなったさ。これが新しい汎用の力。
おいおい、夜の前にひれ伏せ。アルシェ、ハッペッダーッ、アルシェッヤッヨッコッペッダーッヤッハッペッダーッハッペッダーッ、この調子だ。ハッペッダーッヤッハッペッダーッハッペッダーッヤッ、いいぞ。いいぞ。この調子だ。アルシェ、いいぞ。いいね。おいおい、この調子だ。アルシェ、アルシェ、やせや、ハッペ、やせや、ハッペ、ハッペ、ハッペ、やせや、いいね。ハッペ、やせや、ハッペ、やせや、いいぞ。おいおい、その程度。アルシェ、行きますよ。この調子だ。その程度。いいぞ。行きますよ。この程度。私に逆らえると思うな。いいね。アルシェ、この調子だ。Yeah!
いおい、いいね、その程度、この調子だ。アルシェ、落ちろ。この調子だ、この調子だ。私に逆らえると思うな。いいね、この調子だ。やったな、いいぞ。おいおい、アルシェ、おいおい、アナさん、この調子で。この調子だ。この調子だ。アナ
アーナさん、この調子だ。いいぞ。アルシャ、アルシャ、いいね、やったな、いいぞ。
私に逆らえると思うな。それで学園での目撃情報は本当だったの？はい、学園裏の星降りの丘にイリアーナはいました。星降りの丘ね。そこから出られるのかな。そうですよ。じゃあちょっと行ってみようか。場所だね。ねえ、もしかしてさ、アルーシュってリリアーナが好きなの？え、なんでですか？前も言ったけど、似た者同士だからかな。なんとなくそう思った。私も守ろうとした人のことが好きだったし。へえ。多分外れてないでしょう。そう。まあ、これ以上追求しないであげよう。私たちの間では汎用であるかどうかはあまり重要じゃなかったかな。大事なのはやっぱり心だよ。ですよね。
結果報告だ。力が戻っていく。星降りの丘、綺麗だったね。気に入ったよ。それでリリアーナを取り戻した後、次に何をしたの？月の女王を倒すと決意しました。それからは月の女王を倒すための情報を集め始めたんです。なるほどね。じゃあその続きはまた今度聞くことにしよう。今回もありがとう、アルシェ。なくした力取り戻した。Thank you.
まずい、あと少ししかない。これ以上時間をかけると新月に。くそ、どうすれば。新月だ。暗い、何も見えない。